はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。今日は豆腐ビーツさん、はい、豆腐ビーツさんでいいんですね、はい、大丈夫です。豆腐さんでもいいんですね、はい、豆腐さん の, これは職場に、はい、職場ですお伺いしております、はい、よろしくお願いします。お願いします。ご自身を定義するとどういう人だっていう、はい、どうなるんですかね、はい、一応世間的には音楽プロデューサー、音楽プロデューサーとか、まあ、あとは DJ っていう、まあ、この2つの仕事が基本柱になってますというふうには説明してて、まあ、音楽プロデューサーっていうのは、まあ、作詞作曲編曲あとちょっとしたそのエンジニア的なことですね、まあ、で全部やりますっていう意味で、まあ、音楽プロデューサーっていう、音楽を作る、広いですね、まあ、音楽を作ることはまあ大体やってますみたいな、まあ、ちょっと今日いろんなお話ししたいと思ってるんですけど、はい、その多分一つのキーワードはクレジットカードが欲しかったっていうのをこういろんなことで書かれているの で、はい、多分それが一つの、はい、私自身もそれが一つのあれかなと思ってるんですけど、でそれはもう昔からだからインターネットにもつながってたし、はい、もうほとんどそれに慣れてたし、そうですね、でそこで、まあ、目の前にある CD 屋さんじゃなんとなくあれなんでっていうんで、そのお金を、まあ、クレジットカードがあればもっといろいろ広がる で、ね、で音楽も経済活動がないとやっぱりまあ、成り立たないというか、はい、という、まあ、ちょっとその辺の、まあ、なんていうかな、歴史的なところ少しちょっとお話を紹介も含めてしていただけると、はい、なんていうんですかね、自分が多分そのインターネットで音楽を買ったりとか、配信するされるっていうのの結構第一世代で、ナップスターっていう多分ご存じないと思うんですけど、まあ、今スポティファイとか月額で音楽を聴くサービスの一番最初のやつが僕らが中学生とか高校生の時に、ナップスターというのはスポティファイみたいなものってことですね。そうです、月額払えばいくらでも聴けるっていうのが出て、まあ、それ権利の関係でなくなってしまうんですけど、まあ、そういったサービスが出始めてインターネットで音楽をやっぱ入手できるようになると、だから目の前の CD 屋さんにあるもの以上のものとかを入手できたりとか聴くことができるようになった時代だと思うんですけど、まあ、そういう中でいろんな音楽を知るけど、クレジットカードとかその金融的なアクセスが未成年はできないわけですね、うんうん、特に中学生だとデビットカードとかもまだ作れるのかな、今わかんないですけど、まあ、そういったアクセスができなくて目の前に置かれてるけど入手できないみたいな、見れるけどと、そうです、あとその海外のアーティストが個人的に自分のウェブサイトで例えばそのペイパルとかだったり決済システムを置いて売ってるものとかも基本やっぱクレジットなんで、まあ、それが入手できないみたいなもどかしさが結構中学生の時とかすごいあって、で高校生になってからいわゆるそのデビットカードっていうものが作れたので、その海外のサイトとか音楽を買えるようになって、そこから急にこう自分の世界がバーッと広がっていったんですけど、だそういった意味でだから何て言うんですか、こうアクセスする権利を持ってないんだ自分はみたいなのはすごいこう中学生とか高校生になってすぐの頃とかは思ってたっていうところですかね。それがだからあれですね、そういう、まあ、金融がつかないと、はい、結局はそういう自分の世界も広がらないっていうことで、はい、ってことなんですね。あとそのまあ日本でいうとその未成年だったり18歳以下の場合はそういうのにやっぱ著しくちょっとアクセスしにくいっていう、だいぶ改善は今はされてるんで、今の若い子とかは全然そういうのやったりしてると思いますけど、当時はそういうのがすごい自分にとってはこうジレンマだったなっていうのは思いますね。今なんか、まあ、それ昔、はい、ね、中高の時はそうだったと思うんですけど、はい、今なんか金融に、はい、なん期待こういうのがあるというのになとか、はい、なんかあります、そういう、まあ、今は音楽のこう経営者ではあるんで自分の会社のもうちょっとそういう、こう文化とかそういったのになんか理解とかもうちょっと歩みをこう一緒にできるような金融のなんかまあ銀行であったりとかそういうこうなんかファンディングしてくれる機関であったりみたいなのがあればいいなっていうのはすごい思いますね。特に今の時期ライブハウスだったりとか、まあ、そういった身近なところがすごい今打撃を受けてるんですけど、やっぱりこう銀行さんとか金融の方々って文化とかそういう音楽とかそういったビジネスに対してのなんか理解がまあ必ずしもすごい詳しいとは言えないじゃないですか。特に地方の方だったりとかすると余計だと思うんですけど、まあそういったところでやっぱこういった時期にそういうこうファイナンスが受け入れられなくてそのまま倒産してしまったりとか、まあ受けてもなんかやっぱりこうあんまり話を一緒にこうなんだろう一緒にやっていくっていう形だったりっていうのはなかなかこう簡単じゃないなっていうのはなんとなく話を聞いたりする上では感じてて、なんかそういった上でまあおこがましい話ではあるんですけど、まあなんかそういったものにこうなんだろうなもうちょっとこうコミットできる、なんかそもそも距離感がすごい遠い感じがするんで、なんかそういった意味ではなんか近しい感じになったらいいなっていうのは思います。今回コロナの中で、はい、我々も、まあ、我々自身が
まあ、そのなんていうんですかね、社会課題解決みたいなものにも対応しなきゃいけないっていうのがあって、はい、で我々がそれは本業でやるべきで、はい、まあ、もちろん今のようないろんなサポートもあるんですけど、なかなか本業だけだと難しいので、まあ、あの今回はまあ寄付をねやっていくっていうことで、まあ、あのいわゆる医療もそうですし、あの若い学生さん向けもそうですし、あとまあ音楽の方にも少し、はい、あの寄付をするっていうのをやったりはしてるんですけど、まあ、ちょっと我々自身もそういう形でどう寄り添って、そういうのをまあ何て言うんですかね、やっぱりあの社会をこうきちっと持続的なものにしていくかってすごい重要だと思ってるんですよね。だからその辺はあのぜひいろいろやっていきたいと思ってるんですけど、はい、で今ちょっと出ましたけど、今合同会社を作られてるんですよね。あ、そうですね、はい、それは、どうして、個人事業の、まあ、法人なりみたいな形なんですけど、あの音楽業界ってちょっと慣例で3社が多いっていう慣例がありまして、メジャーデビューするには僕が直接メジャーレーベル、まあ、ソニーとかワーナーみたいなところと契約するのってできないんですよ、うん、あの間に何らかの法人とか芸能事務所みたいなものをかまさないとできなくて、で僕はもともと芸能事務所に所属してまして、芸能事務所経由で今のワーナーミュージックってところでデビューしたんですけど、うんうんうん、その芸能事務所、まあ、あの独立したいなと思って独立だけやめるだけやめてみたんですよ、はい、そしたらあのワーナーミュージックの方があのちょっと個人では契約更新できないんですよねって言われて、会社作ってくれないかって言われて、でじゃあ作りますって言って、まあ、一人法人なのあるんで、まあ、機動力的に株式会社にするメリットがあんまり当時なかったので、まあ、合同会社っていう形にして今やってるっていう感じで、もう今年で5年6年目とかなんですけど、自分の場合は、経理とかそういう、こう音楽以外の事務的な作業みたいなことがようやくこうインターネット経由とかで早くできるようになったり、それこそ、うん、なんだろう、国とかの書類が早くインターネットでもらえるとか、うんうんうん、まあ、そういった方が自分的には法人設立しようって思えたところは大きくて、あの、まあ、銀行とかもまあどんどん決済しやすくなってたりとか、うん、あと僕最近本当に UFJ さんで一番感動したの STM、あ、そうですか、あれ、あ、むちゃくちゃ使ってるんですけど、あ、そうですか、あの小さい企業、僕ら小さい会社なんで、はいはい、そのなんていうんですかね、こう正直全部インターネットで済ませたいんですけど、どうしてもその、まあ、書類でやらなきゃいけなかったり手書きで出さなきゃいけなかったりする、はいはいはい、税金とかがあって、そういう時にあの本当にすぐあれ通すだけ通して帰れるんで、そうなんですよ、あ、そうですか、あれ本当一番感動したかもしれないです、去年見たものの中 で、 あ、はい、あ、嬉しいな、私実はあの ジムも担当してた時期があって、はい、その時にあの STM の導入を一緒にやってたんです ですね、はい、あれを入れるとあの書かなくていいんですよ、あの申し込み書っていうか、はい、そうですね、はい、そうするとすごい便利だと、そうなんですよ、あれがやっぱそこ時間、そうなんですよ、僕音楽作る時間が絶対多い方がいいんで、極力の減らしたいと、それがやっぱあれができるだけで全然違うので、そうですか、はい、あ、じゃあこれ事務企画部のみんなが見てたら喜びますね、これはとっても喜びます5年前にうち会社を作るってなった時に、はい、まあ、僕もともと神戸に住んでたんで、まあ、個人で UFJ さんの口座使ってるんですけど、はいはい、まあ、法人を作ったので、はい、まあ、銀行口座作りたいっつって言って、はいはい、だって作れなかったんですよでやっぱりその1年目5年前に、はい、その合同会社を作った時に、はい、どこの視点かは言いませんけど、あの、まあ、あのでもまあよく言うじゃないですか、やっぱり法人作って1年目でメガバンクで口座作るのは簡単じゃないよっていう、はいはい、結局まあ 2,3、まあ、大体落ちたんですけど作れなくて、結局まあネット銀行で結局まあ始めたりとかして、まあ個人の口座からまあ併用して始め、別の個人の口座を作って法人口座ということにして始めてみたいな感じでやっていったんですけど、なんかそういう時とかにもまあなんだろう、やっぱりそのギグワーカーの弱さじゃないですけど、まあ結構身に染みていろいろ体験しまして、やっぱ起業した当初っていうのは、そうでしょうね、でもギグワーカーってまあそういうもんじゃないですか、得てして、あとその一人では回るけど、うん、大きい人、いろんな人、まあ、うちの会社もそうですけど、いろんな人を雇うところまでの規模ではないと、うんうんうん、まあ、そういう規模の商売の人っていうのってのは、まあ、なかなかやっぱそのどうしてもそういうのが難しいし、ね、結果それのコストも大きい会社よりでかいじゃないですか、うんうん、銀行行って銀行口座作れなかったっていうだけで、やっぱ一人でやってる商売の1日とか半日が潰れてしまうっていう、なんかそういうのとかは自分で起業してからすごいこう感じるようになって、うんうん、なんかそういう話は今日なんか多少できたらいいなって思った話で、
いや、そういう意味では今我々が一番、はい、なんていうかな、直面している一つの課題っていうのは、講座を作ることに対してのやっぱり我々の責任があって、リスクもありますから、ね、あるんですよ、はい、そうするとやっぱりあのなんていうかな、金融システムを担っているから安心安全が必要だっていう、ね、まあ、この議論、はい、もちろんこれ本当に我々として一番大切なことなんですけど、はい、一方でやっぱりそういう新しい変化とか利便性みたいなのをやんなきゃいけない、そうです、ね、このバランスをどう取るかっていうのが社会の変化に対して我々がどうするか、あの我々としては、あの一つあるのは、あのそのギグワーカーもそうですけど、その評価ができない、はい、だから今までのそうです、ね、だから既存の考え方だと評価できる、はい、やり方だけでいくと新しいものは全部ノーになっちゃうので、そうですね、でもやっぱりそうじゃなくて、これ今ってそういう分散化小口化がどんどん進むとかなり変わってくるから、そういうのをちゃんと正しく評価できないといけないし、もしかすると評価そのできなかったら一部はある程度そういうミスが出ることも許容しながらやるとかっていうアプローチに変えなきゃいけないとか、結構この辺求められてるかもしれないです。なんかそれこそこう文化的なことをやってる人っていうのは、まあ、他の業種に比べてそのなんていうんですかね、基本的にやっぱそこでトップを行ってる人っていうのは、まあ、新しいことをやらなきゃいけないっていう立場にあるん で、ね、まあ、だから変な話、銀行員からの人最も危険に見えるタイプのだったりとか、その、まあ、今まだ流行ってないものとか、うん、今まだ盛り上がってないものを取り上げてフォーカスしなきゃいけない、うん、 ね、 まあ、それは音楽に限らずなんですけど、うん、その文化的なことっていうのはそれの傾向がまあ比較的強いっていうのがあるんで、もちろんその、まあ、自分たちもそれが分かってるんで、まあ、さもありなんていうことではやるんですけど、まあ、そういった意味でもしそういうところと距離感近くでできるところがあるんだったらもちろん使いたいし、今ある日本とかで起きてるその変化みたいなものをもっと加速させられるというか、グローバルもそうですしね、そうですね、そういう意味ではあのそういうものがあって方が嬉しいなっていうのは、まあ、思ったりはしますね。今後のここから将来の夢とか、はい、どういうなんていうか、あんまりその規模を大きくしたりとかそういうのはなくて、やっぱりその音楽を自分がいい気分でいかに作り続けられるかっていうことで、その音楽を作って、なんだろう、音楽っていうのは自分なんですけど自分じゃないものじゃないですか、うんうん、だってこう自分を外部化する作業っていうこと自体がやっぱすごい面白いし、ちょっとこうなんかセラピーっぽいというか、自分が何者かをどんどんこう、なんだろう、自分を客観視し一番できる行為なんですよ、うん、でそうやってそれが積み重なっていくだけで結構なんだろうな、こう喜びがあるというか、あ、なんでそれが続けたいんで、それのためにこう商売として成立させなきゃいけないんだったらそれを頑張るしみたいな感じで、自分としては音楽を作るのをずっと続けるっていうのが最大目標で、あ、それを起点に他のこととかビジネスとかを付随して考えていくっていうやり方なので、自分としては音楽をいっぱい作り続けたいっていう、それだけなんですよね。それで規模が大きくなるんだらなるでいいし、ちっちゃくなるなら仕方ないみたいな、そのためにいろいろ整理しようっていう考え方です。今セラピーって出たじゃないですか、はい、あの中にも書かれてたんですけど、はい、どういう意味でそのセラピーだっていうのは どう理解すればいいんですか。なんだ、例えばなんか牛の絵を描いてくださいとか言われて、社長がもし牛の絵を描くとするじゃないですか、はい、下手ですけど、まあまあ、でもそしたら自分が牛って思ってるものってこういうものなんだって外に出てくるじゃないですか、はい、例えばラブソングとかを作ってくださいって言われて作ると、ラブソング、自分にとって愛ってこう思ってるんだみたいな風なのが分かるんですよ、うん、でそういうのが音楽を作ってて一番面白いなって思うところで、それは芸術をやると一番面白いなって思うところなんですよね。なんでそれがそれ自体がもうめちゃくちゃ面白いんで、それをいっぱいやりたいっていう、ちょっとなんか変なあれになっちゃったんですけど、それが自分にとってもセラピーだってことなんですか。そうですね。あ、そうか、はい、やっぱりちょっと、まあ、続けることの大切さっていうのがやっぱり学ばせていただきます。学んだから、とても面白かったです。いろいろ勝手なこと喋って、デジタルと、ね、あの音楽のあれも分かりましたし、はい、本当に面白かったです。本当ありがとうございました。ありがとうございました。